感じまして、模型のロマンを探索する模型所タンパックです。今回は NSX97 号を組み立てます。こちらは探索団のアラバングマさんに送っていただきました。いつもありがとうございます。 NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。今回ね、結構分厚いです。タンサックのチャンネルではエアゴスティーニさんやアシェットさんの週刊ハートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。何が入ってるかな、なんか頑丈にくるまれています。箱の中から箱が出てきて、袋の中からまた袋が出てきて、開けるとパカッ、サイドっぽいですね。なんか横っちょの何か。重たいダイキャストです。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。今回はフロントボディパネルの左を組み立てます。フロント左側のボディパネル。ここになんか三角がついちゃうけん。これですね。ここのところかな。こうかな。96号で組み立てたヘッドライトを設置してからフロント左側のボディパネルに組み合わせます。はい、パーツはシンプル。あ、わかった、こことこことここか、この辺全部だ。おお、だいぶ形になるんじゃない。わー、綺麗ですね。ピカピカです。傷なし、攻撃できそう。それからビスが2種類。はい、パーツは揃ってます。はい、フロントグリルを準備します。裏返してここの穴とここの穴を確認して、ちょっとね、これがすごい取れやすいんだけど、前回作ったこれをはめます。これめっちゃ取れる。この3個の穴にこの3つの突起を合わせるんだけど、全然、あ、来た来た。これでこうした時にこことここの穴をさっきのこことここに合わせます。外れた。外すと合う。あ、これまだいい。ん？お、なんか勝手に合いました。そしたらこっちが B のビスで、こっちが A のビスで止めます。あ、怖いんだけど。メキ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 って、これすぐ取れるし。はい、こっちが ABS でこっちが金属だけん、こっちは締めすぎ注意で、とりあえず固定されました。じゃん、こんな感じ。あ、大丈夫だ。それでこれでかぶせるっぽい。こっち向きにして、この鋭角のところとこの鋭角を合わせる感じで、ジャキーン、こうこうだ。ああ、いいねいいねいいね、いいよ、今いいよ。
わ、わわ、全然さっき合わせても外れちゃう。差し込む感じだね。ちょっとねじ切りしときます。このクリアがなくなってる。落ちてた。こうして、おっと、なるほど、ちょっと前に起こす感じね。これで止めます。あれ、前に起こすとここが合わん。これ合ってなさそうだけど。入らないな。多分ここの塗装が厚いんかな。こんだけ入らない。ギュッて押しちゃう。ギュッ、ああ全然ダメ、びくともしない。本当にこれが原因なのかな。それともこれが原因か。これはね、ぴったり入ってるんだよね。はみ出てないからいいよね。これちょっと気になるけど。割れても嫌だしな。ちょっとこの400番のペーパーでジョリジョリしてみようと思います。でかいな。ちょっとでかいな。あんまり削れてない気はするけど、やってみます。まずここ入れます。でこう合わせると、で前を合わせると、お、こうやってこう合わせると、ここが全然合ってない。ここを綺麗に合わせると、ここが全然合ってない。わかんないな。この穴に入れようとするとこっちが浮いちゃう。今回もジグで
ちょっとどういう風にしていいかわかんないので、コメントコメントください。あららら、これをちゃんと、これが原因かな。これなしでやってみようか。すぐ向きわかんなくなっちゃう。これでうまいこと入ってます。でもやっぱ合ってないよね。ここ合わせて、ヘッドライトカバーがなくても合ってないよね。見えるかな。全然あなた合ってないよね。穴合わせたら、ちょっと浮いてる。いやけどこんなもんなのかな。はい、コメントお待ちしてます。それでは次回の98号はヘッドライト右を組み立てるということで、これですね、これの右を組み立てますので同じ作業になります。皆さんのコメントを頼りにこれをやってプラス98号もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こちら探索団のカラツッコさんがこの2ピンとか3ピンとか全部点灯できるやつを送ってくれました。作ってくれました。でこれをここに刺して、赤黒はこうかな、この向きで刺して、3が2つなので、はい、ちょっと適当に3ピンのとこ刺しました。でこれがスイッチかな。いきます、せーの、こっち、あれ、スイッチあるのか、スイッチ、おー、ついた、青光なんだ、わー素敵。これにこれがついて、はい、こんな感じです。こうなる予定でした。はい、めっちゃ綺麗ですね。しかもこれなかったらすごいラグジュアリーな感じなんだけど、これで隠れちゃうんだね。え、もったいない。はい、 NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。探索のチャンネルではしょっちゅう模型作りの生配信をしています。ぜひチャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん、また見てね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。え、これスイッチを押すと、え、赤になるんだ。なんで？へえ。これない方がかっこいいね。